そういえばもうすぐ母さんの誕生日ね。毎年毎年母さんを驚かせるのは至難の業だよ。あ、おねね、あの女の子が読んでる本って。びっくり仰天。こんばん、幻の本だ。ミステリー案内人です。幻の本？そんなものが存在するの？絶版になっていたり、大昔に少しだけ出版された本だったり、世界には本コレクターがたくさんいるんですよ。今回はそんな本をめぐって、アルカラムの子供たちがとある少女にバトルを申し込むお話です。それではどうぞ。今日は修行もお仕事もオフのアルカラム家の子供たち。目下の悩みは母の誕生日に何をプレゼントするか。母を喜ばせるというより、どんなプレゼントで驚かせるかに重きを置いているようです。そんな子供たちと同じ公園で一人本を読んでいた少女。その少女が読んでいた本というのが、子供たちにとっては衝撃的なものだったようで。何よ、どうしたの？あの子が読んでる本？世界の殺し屋の秘密じゃない？はぁ？世界の殺し屋の秘密。それは約100年前に出版されたとされる当時有名な殺し屋、ウェンズ・ビッターが書き下ろした一冊の本。彼は殺し屋殺しの殺し屋で、自身が始末してきたターゲットの様々な情報を書き記していたといいます。当時かなり規制がかかって大量出版がされなかった上に、持っているだけで逮捕されたという禁書なだけあるわね。存在は確認できるけど、本は政府が全て燃やしたとあるし、やっぱり手に入れるのは難しそうね。あれを手に入れることができれば、母さんを驚かせるどころか、ご褒美がもらえるんじゃないのかい？うわぁ！絶対欲しい！交渉必須。偶然にも幻の本と出会った子供たちは、早速その本を手に入れるために作戦会議をスタートさせました。でもどうやって手に入れましょう。武力行使したら母さんに怒られるし。やっぱり譲ってくださいってお願いするとか？それで馬鹿正直に手に入れば戦争は起こらないんだよ。いいねで買うっていうのは、4人でお金を出し合えばそれなりの額にはなるだろう。無難一票。兄さんは買い取りに賛成だね。でもそれだけ価値のある本をそう簡単に手放すとは思えないわ。買取交渉が決裂したらその時考えよう。予算はそうだね。一人100万で。400万でどうだい？400万で買えない本はないから余裕でしょ。だといいけど。ねえねえ、そこの君。私かな。ああ、単刀直入に言うんだけど、その本を僕たちに譲ってほしい。お母さんがずーっと探してきた幻の本なの。お願い！へえ、この本の価値がわかる人がいるとは思わなかったよ。もちろんただとは言わないわ。私たち4人の貯金合わせて400万で買い取らせてほしいの。その年齢で400万も用意できるなんてただものじゃなさそうだね。平身低頭。弱ったね。この本はもうこれ一冊しかこの世に残っていない本なんだ。正直400万なんてはした金じゃ譲れないね。400万ではした金？ま、世界には億単位で取引される本もあるというわ。やっぱり400万じゃ無理だったわね。残念、無念。でも諦めるわけにはいかないよ。やっと見つけた一冊なんだ。そうだよ。これを逃したらもうあの本は手に入らないんだよ。そうは言っても私たちの貯金全部合わせたって奥にはたどり着かないわ。八方塞がり。交渉決裂に頭を抱える子供たち。そんな様子を見て少女は一つ提案することに。仕方がない。それじゃあ私と勝負しようじゃないか。勝負？見たところ君たちは普通の子供とは違うようだ。 IQ も鍛えられているし、あらゆる方面の知識を日々習得しているだろう。僕からすれば君も十分普通の子供には見えないけどね。最近本ばかり読んで退屈していたんだ。そうだね。私と学力勝負して勝つことができたらこの本を譲ってあげてもいい。よっぽど自信があるのね。
うん、私が出題する問題に一番多く正解した人と一騎打ちと行こうじゃないか。その勝負乗ったよ。私も真剣勝負。まあ4対1でこっちが圧倒的に有利、乗らない理由はないわね。それじゃあまずは小手調べに第1問。カラオケの正式名称は？カラオケってカラオケだろう？日本発祥のあの歌うやつよね。え？カラオケってカラオケって名前じゃないの？ちんぷんかんぷん。なんと1問目からつまずいてしまった4人。無理もありません。この少女は子供たちと会話をしてあえて知らなそうなところから出題していたのです。シュガーは子供たちに世界の娯楽文化などは教えていないので答えられなくても当然ですが、答えなければ始まらないと子供たちはとりあえず答えることに。はい、カラカラオーケラ、カラクリオケラケラ。言葉として成立してないわよ。か、辛いのオーケー。全然違うわ。そういうお姉ちゃんはわかるの？体のお稽古。全然違う。正解は空っぽのオーケストラだよ。その場にオーケストラはいない、空っぽのボックスから音楽が流れてくることが由来さ。言われてみれば納得だね。でもまさか日本の娯楽文化から出題されるなんて。じゃあもう一問、日本から出題しようか。欧米の玄関ドアは内開きですが、日本の玄関ドアは外開き。その最大の理由は？なんだろう。っていうか扉の開き方に違いなんてあるんだね。これは簡単ね。正解は玄関に靴があるからよ。日本では当然靴を脱ぐスペースがあるから靴を置けるように外開きになっているの。欧米ではドアの外に泥落としマットを置くのが一般的よね。だからマットが引っかからないよう内開きにしてるのよ。ああ、言われてみれば確かに。いいね、正解だよ。さすが兄弟のブレンダニャ。痛快正解。では第3問。オーストラリアの硬貨の表面には全てエリザベス女王が描かれていました。そして硬貨が新たに発行されるたびに一点だけ変化しているところがあります。それは何でしょう？加齢現象。君はその独特な喋り方なんだね。正解と言いたいけれど、できればちゃんと答えてほしいね。ちょっとビタ、ちゃんと答えて。正解わかってるんでしょう。じゃあ僕が代わりに答えるけど、正解はエリザベス女王が年を取るだよ。新しい硬貨が発行される時点での女王の姿を描いているんだ。最初に発行されたのは1953年、その時は27歳の女王で、99年には73歳の彼女が描かれているんだ。正解だよ。やっぱりこの辺の知識になると詳しくなるね。4人の教育方針が見えてきた。この子、私たちが娯楽問題に弱いって想定して的確に出してくるし、2問目3問目は私たちが答えられるだろうと想定して問題を出している。一体何者なのかしら。第4問は頭を柔らかくして答えてもらおうかな。リンゴ、メロン、スイカを積んだ車がカーブで落としたものは何でしょう？リンゴだね。どうしてだい？え？だってこの中で一番軽いし、軽いやつから吹っ飛ばされるんじゃないの？ガーナ、それじゃ問題になってないだろう。これはいわゆる引っ掛け問題なんだからね。はい。お、答えるかい？でも、答えるときは四字熟語禁止だよ。スピード。おお、正解！カーブの時に落とすのはスピードだ。わあ、そういうことか。なるほど。これで正解してないのはガーナだけってことになるけど、大丈夫かい？げえ、まずいまずい。どうしよう。じゃあ第5問。シャーペンの正式名称は？また正式名称？シャーペンはシャーペンじゃないの？あ、はいはい、シャープペンシル。だから、それじゃ普通なんだって。
でもシャープペンシル以外の名称ってあるのかしら。正直考えたこともなかったね。さあそこのガーナという子が正解して横並びになるか、誰か一問正解を積んで1位になるか。はい。兄さん、いけるのかい？エバーレディシャープペンシル。おお、正解だ。そっちで来るとは思わなかったよ。そっちって？1838年にアメリカのキーロン氏がエバーシャープ、常に尖っているという意味の名前の筆記用具を発表したのが始まりとされているんだ。そしてシャープペンシルは日本に渡った。シャープペンの日本製品第1号は大正時代の初めに誕生。考案したのは早川徳次氏で、エバーレディシャープペンシルという商品名で販売したところ大ヒット。これがシャープペンシル、シャーペンと略されていったわけさ。へえ、全然知らなかった。そしてアメリカでは芯を繰り返し出す機械仕掛けの鉛筆という意味であるメカニカルペンシルと呼ばれているから、このどちらかを答えられたら正解だよ。ピーターお兄ちゃんすごいにゃ。やるじゃないの。正直全然わからなかったから悔しいわ。兄さんは雑学の勉強もしているんだね。いつ役に立つ知識なのかわからないけど、今こうやって役立っているし、やっぱり無駄なことは一つもないというわけか。美しい兄弟愛だね。つまり優勝はそこの四字熟語くんというわけだ。じゃあここでやり方を変えよう。やり方を変える？次はそこの四字熟語くんが私に出題するんだ。5問中4問正解できたから、私が5問中5問正解すれば私の勝ちということでどうかな。その問題に関して僕たちが口出しすることは？構わないよ。実質4対1。これなら負けないにゃ。ふふ、そうだね。頼りにしてるよビター兄さん。それじゃあ作文に3分待ってあげよう。3分後。それじゃあ第1問よ。ピアノの正式名称は？いいね、君たちも正式名称シリーズか。でも残念、正解はイタリア語のグラビチェンバロコルピアノエフォルテ。グラビチェンバロはイタリア語で弱い音と強い音の出るチェンバロという意味がある。チェンバロは14世紀にはすでに存在していた楽器で、グランドピアノのような形をしているね。完璧。ピアノの正式名称なんて生きてるうちで使う？今ここで使ったね。くんなー、次だよビタお兄ちゃん。レーザーの正式名称は？5問中2問正式名称系で来るとは予想外だったね。レーザーが略称だと分かっている人がどのくらいいるかなという話だし、なかなかいい問題だね。この感じは、ええ。正解はライトアンプリフィケーションバイスティミュレイテッドエミッションオブラジエーション。意味としては放射、高熱の誘導放出によって起こる光の拡大、増幅。簡単に説明すると人の手によって拡大された光を放出したものということだね。つまり普通の光とは少し違った性質を持っている光のことを指すのさ。何を言っているかちんぷんかんぷんだにゃ。出題側がそういうこと言うんじゃないの。タイムを要求するよ。構わないよ、1分タイムにしよう。正式名称系で攻めるのはやめよう。でも普通に学力で対抗できると思う？手詰まり感。どうしよう。衝突猛進、当たって砕けろ。お兄ちゃん、さあどうする？四字熟語くん、アメリカの漢字表記正しいのはどれ？でもこれはパッと見て悩むね。さすが四字熟語漢字使いのビタお兄ちゃん。1だね。これを縮めて日本ではアメリカを米国と表記するのがメジャーで、幕末期までの書物にはアメリカのことを亜国と表記されていたものもある。花丸正解。まだだ、まだ2問ある。ふふ、君たちはなかなか賢い子供たちのようだ。でもこの後用意している問題は私には簡単すぎるね。どういうことよ。4問目はアメリカには面白い法律がたくさんあることで知られています。
ミズーリ州には冬にあることをすると逮捕されるという法律がありますが、その法律とは一体何でしょうか。正解は、雪合戦を公共の場でしたら逮捕。理由は雪合戦を OK にしてしまうと、人を銃で撃つことも OK だと思われてしまう可能性があるからだとか。あくまで公共の場が NG のだけで、自宅の庭なら OK。 銃社会アメリカを象徴するような法律だね。ビターが混乱してる。でもこれは確かに僕たちの切り札的問題だったのに。アメリカではできちゃった婚のことを何という？正解はショットガン婚。娘を妊娠させた相手に切れたお父さんが、相手の頭にピストルを突きつけて責任を取らせたことからついたと言われている。なかなか過激だし、子供なら答えられないだろうと山を張るのもいいセンスだね。超能力者だにゃ。僕たちは最初から人間じゃない存在を相手にしていたというのか。落ち着きなさい。何かトリックがあるはずよ。こんなことありえない。恐怖どん底。全問正解しただけでなく、出題する問題まで先回りして答えられてしまったことで、子供たちは阿鼻叫喚。でもそんな様子を見て、少女は楽しそうに笑っています。ごめんよ。子供と遊ぶのが久しぶりでね。ついはしゃいでからかいすぎてしまったようだ。これは私からのお詫びだよ。本が増えた。本物を渡すことはできないが、このレプリカをあげよう。いいのかい。ただし他の人間の目に触れないように気をつけることだ。この本はね、あまりの希少性の高さから闇オークションにかけられたり、それこそ血で血を洗う争いの元になった歴史がある。だから今こうして人の手に渡らないように私が管理しているんだよ。どうしてあなたがその管理を。それは知らなくていいことさ。さ、その本を持ってお家に帰るといい。今日はどうもありがとう。またいつか会えるといいね。消えた。姉さん、今日のことってとりあえず母さんに言うしかないでしょう。まか不思議。お帰りなさい。って、どうしたのあなたたち。今日お母さんがずっと探してた本を持っている女の子に出会ってね。それを譲ってもらうためにバトルすることになったんだけど。それが、超能力者だったんだにゃ。とりあえず順を追って説明してごらんなさい。10分後。なるほどね。その少女、もしかしたら闇の世界から来た存在だったのかもしれないわ。闇の世界？死後の世界と言われていて、そこには亡者や亡者を管理している者が暮らしていると言われている。それも古文書で見た限りだから、地獄や天国といった創作話と変わりはないんだけど、でも可能性としては十分考えられる。何よりこの本がその証拠よ。少女が言うように、この本は歴史の争いの中に登場してきた率がとても高いの。現世から姿を消した理由も納得だわ。そのレプリカをくれるなんて、あの子もしかして天使さんだったのかにゃ。どうだろうね。ちなみにその本の存在は他の人にバレちゃいけないんだって。そうでしょうね。私がこれを読んだら本は燃やすことにするわ。もったいない。大丈夫。読んだらその内容を私が暗号化して書き記すわ。万が一争いの種になってしまっては問題だからね。その内容をあなたたちは読んだらいいわ。きっといい教材になる。超絶楽しみ。それにしても今日はどっと疲れたよ。ほんとね。それよりあなたたち、その学力バトルで出題された問題だけど。嫌な予感がするね。問題が何かしら。私も今まで偏った知識を学ばせていたと反省したわ。今度からは娯楽雑学の問題も増やすようにシュクレに言っておくわね。勘弁してほしいな。ねえねえ、あんなにさ、あのアルカラムの子たちが学力バトルした女の子って。私だよ。君とは初めましてだね。で、出たー。
私もまさか時の番人さんがカカオたちと会っていたことがあるとは知りませんでした。時の番人さんは過去、現在、未来を管理する時の部屋を守っている門番さんで、こう見えて私よりうーんと大先輩なんですよ。気になる方は過去の登場回をチェックしてみてね。いやー、あの子たちはとても優秀で話していてとても楽しかったね。うわー、そうだそうだ、アイコの本案内人さんに返すよ。あ、私もすっかり忘れていましたよ。これは闇の図書館に戻しておきますね。今日の学力バトルはどうでしたか？何問正解できたかコメントで教えてくださいね。それではまた。バイバイチーン。アメリカのウィスコンシン州の法律でレストランでチーズ抜きのアップルパイは提供してはいけないなんてのがあるの？意味わかんない。チーズはピザで十分だにゃ。キュウリは摂取するカロリーより食べるときに消費するカロリーの方が高い。こんな知識いつ使うのよ。わからないよ。ターゲットが雑学クイズ大会に出るかもしれないし、可能性無限大。どうやら子供たちはシュクレとシュガーが作った雑学問題を猛勉強中のようですね。また次バトルするのが今から楽しみだね。